じゃあ遺伝子頻度についてやってみましょうか。遺伝子頻度っていうのは、ある遺伝子プールにおいて、一つの遺伝子座における対立遺伝子の頻度。ね、それを遺伝子頻度っていうんですよ。で、遺伝子プールっていうのは、交配可能な、まあ何度も言うんだけど、集団中に存在する遺伝子全体のことね。例えば、僕たち遺伝子をラージ A とか、スモール A で表したね。これは遺伝子のことだよ。本当は遺伝子って、DNA 中の特定の塩基配列の並びのことだけど、ね、いちいち ATCGGCTTT とか書くのめんどくさいから、アルファベットに省略して書いたんだね。で、これ、普通はね、対立遺伝子っていう形。これが対立遺伝子ね。この対立遺伝子っていうね、一対のね、一つの、対立遺伝子に注目して、遺伝子プールっていうのを考えるんだけど、例えばさ、生き物の中には、ラージ A2 つ持ってるやつがいるかもしれないね。有性遺伝子をたまたま2つ持ってるやつがいるかもしれないし、ラージ A スモール A の形で持ってるかもしれない。ね、もしかしたら劣性遺伝子1つずつ持ってるかもしれない。ね。まあ、集団の中にラージ A とスモール A が均等にあるっていう保証はないんですよ。圧倒的にラージ A の方が多いかもしれないんですよ。OK?こんな風に。ラージ A とスモール A の数が均等という保証はない。これがもし、この集団の遺伝子全体、これが遺伝子プールだったとすると、A の、遺伝子頻度ってどう求めるかっていうと、これ全体の個数、あと遺伝子の個数、1個2個3個4個5個6個7個8個9個10個11個12個13個14個14個中、ラージ A が何個あるかってだけ。ラージ A は1個2個3個4個5個6個7個8個9個10個10個ね、終わり。スモール A の遺伝子頻度は14個中1個2個3個4個4個ね、終わり終わり。でさ、仰々しくさ、参考書なんかにはさ、ね、ラージ A の遺伝子頻度をね、P として、スモール A の遺伝子頻度をね、Q とすると、ね、P プラス Q はね、1になるなんてね、仰々しく書かれたりするけどね、こんなものは法則でもなんでもない、当たり前だよね。だって全体を1として、その中で、どのぐらいの頻度、ラージ A がありますかって、この分母が揃ってて、で、ラージ A とスモール A どっちかしかないんだから、足したら14分の14、1になるのは当たり前だよね。当たり前。OK? これが遺伝子頻度の考え方ね。これどんな集団でもいいんだよ。どんな集団でもいいの。別の集団でやってみると、ね、なんでもいいんだけど、いくら数が多くたって同じね。ね、適当に書いてあって、ラージ A の遺伝子頻度は、1個体につき2つ遺伝子持ってんだから、ね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、ね、10個体いるんだから、20個の遺伝子の中で、ラージ A は、1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個。ね、8個。ね。スモール A の遺伝子頻度は20個中。ね、20個中ラージ A が8個だったら、残りね、12個。ね、これで終わり。ね、終わり。こんな風に遺伝子頻度は求めていきましょう。